本日の第1投ダッチ。今日はね、高滝ダムです。ローライトで無風。午後になるにつれてどん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 天気が逆に悪くなる。14時とかには雨が降ってるんじゃないかなという感じですけれども、ダッチはね、釣れる羽物だと思ってるので、もっと小さいね羽物を使った方が当然釣りやすくはなるかもしれないけど、まあ、ある程度なんかこうボリュームのある羽物だとやっぱりダッチかなと思っているんですが、やべえ、うっそーん。さあ、ギルロイドベビーね、リップをちょっとあのシャローレンジに泳ぐやつに変えてます。やっぱ上流かな、全く水動いてないしな。さあ、今ね、あそこの道路跡と今言ってた後ろのね、まあ川筋ではないと思うけど、ワンドみたいな少しでもまあ水が入ってくるようなところをちゃちゃっと行ってみたんだけど、まあ巻物じゃ何を投げてもダメだったね。はい、じゃあね、今から養老の上流に向かうんですけど、ちょっとこの魚礁にお立ち寄りいたします。で、投げるのはね、バズ、まあこういう強いロアでパーンとね、強いやつを取っちゃいたいっていう狙いでバズ。ボート止めなくていいしね。はい、じゃあ今ね、養老川をちょっと入ってきたんだけど、今戻ってます。なんでかっていうと、水温がね、鬼のように5度ぐらい落ちましたよ。びっくりした。本湖22度ちょっと入ってきて、養老川の手前側、下流側17度ってことで、いやー、これ以上落ちたらさ、やっぱりちょっと落ちすぎちゃって魚いるのかもしれないけど、だいぶね、こうテンション下がってんじゃねえかと思うわけですよ。ですからちょっとね、本湖の方に戻って、自分の釣りが効きそうなエリアを探そうと思います。俺の釣りといえばやっぱりビッグベイト、羽物、トップ全般、巻物っていうのが、まあ、この時期は特にねやりたいかなというところで、ちょっとハードルワーの釣りですかねをメインに釣り場探しをしてみようかなと思います。どっかにきっとあるはずだし、どっかのタイミングでそういうエリアが出てくるはずだと思うんですよね。さあ、これテールひん曲がり系のね、スイートキラーでいきましょう。管理がいいからね、俺は。うん、これだからイレギュラーなアクションが出るっていう寸法ですから。で、ちょっとね、なんか釣れる気がしないから、あんまりルアーのサイズを上げました。キムケンさんが言ってた、釣れない時はルアーのサイズ上げろってなんかで、7年ぐらい前確か。だから教えに従おうかなと。北さんだったかもしれないな、うん、曖昧だよね、だいぶさあ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 、来い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 。中層なんかぐしゃぐしゃしてるぞ。ちょっとゴミか、ゴミなのか魚なのか、食っちゃうか食っちゃうか。スイートキラーのただ巻き結構強いからな。魚呼ぶぞ呼ぶぞ、これは。さあ、久しぶりのジグポークをリグりましたよ。ゼロワンジグの14にピックダディだね。うわ、久しぶり。ちょっと濁りもあるし、お、おかっぱりの人が来た。どけよう。よし、食った。よし、うわ、バレた。なんで、うわ、何今のリール、ギリギリ言ってなかった。大丈夫、食った。へえ、いや、ちょっとね、無理できなかったわ今のは。なんかここが緩んでたのかな。いや、緩んでないんだよね。
なんだろう今の。うわ、食ったよ。結構いいサイズだったよ。でも浮いてるな。このレンジだもん。直下50センチぐらい下じゃない？やっちゃったよ。なんていうことだよ。でもこのポイントやっぱいいな。風が当たっててさ、こう流れも出ててね。でもまだチャンスあるかもしれない。やっぱジグポーク釣れる。これで反応もらえるっていうんだったらありがたいな。 OK、 よし、移動。そこはね、入り直します。やっぱこっちの面だね。向こうもそうだけど、こっちの面、風が当たる面。さあ、このね、ジグストはもう結構練習したからね。もともとフルサイズジグが得意で、スキッピングで奥に入れてボトム着底とかで食わせるっていうタイプだったんだけど、もったいねえなということで、だったらジグスト覚えようって言って、まあ、ジグのね、幅を広げるために覚えたのがジグストです。でそこからは、まあ、ゴージアップ釣ったりね、結構ねお世話になったリグでございます。魚いる。小さい魚がやっぱ跳ねてるね。でなんかあそこにロープが見えてんだよね。ロープについてたかもね、あの青いところじゃなくて。さあ行きます。一番最初のバイトしてくれたやつが浮いてきたんだな。ちょっとレンジ深くしたもんね今ね。オッケー、ゆっくり。やっぱこの浮いているなんかっぽいのについてる感じかも。なんか横からかっぽんできてパコーンって食った感じがするね。ジグポーク、やっぱり強いよ。うおろ、すごい、めちゃくちゃ綺麗。キトジ、オビ焼き、40.3 ぐらい。口開き、おとじ、40.5。はい、ジグポーク、ありがとうございます。 40.3 ぐらいだったかな。ありがとう。あそこね、あの脇。また後ほど入り直します。やっぱここいいよ。あっちもいいけど、ここもいい。ここもっといい。さあ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 、ここのエリアを離れる必要性がないな。川はさ、さっき養老行ったじゃん。すんげえ濁ってたしさ、今後の方も結構濁り強くてさ、ちょっとスピード出してみたいなね、エリキブーって。そしたらさ、ブクブク泡残るみたいな、水割るみたいな感じだったんだけど、ここはねそんなことなさそうなんですよ。ほらね、消えてくのちゃんと。だからで、風も当たってる感じだしさ、水もこう少しね、こっちにこう流れてる感じだから、やっぱり別にここのエリアをから出て他にいい場所探し行こうっていう気にはあんまならないよね。他にもあるかもしれないけど、なんかここがもう悪い気がしない。だからこの辺のエリアで何かやろうと思うんだけど、さっきね、あそこの魚礁バズだけね、周囲をちょっと引いたんだよね。その時は何もなかったから、ちょっと少しやってみようかな。なんだろう。刺さんねえな。なんで？ここロープいる？いないよね、ここね。何今の？嘘でしょ。ちょっと見えねえけど、ロープがあるのかな。あ、でもロープかな。
あ、違う、ロープいないよ、あれ謎、謎、ちょっと後ほどまた来ましょう。やっぱこういうところなのかな。あ、なんかこの水のいいところのなんか障害物だね。だいぶ外で食わしてるよ、イメージ的には。今のは魚だと思うな、さすがに。ただ高滝の疑似に俺が翻弄されてるだけっていう可能性も大いにあり得る。さあ、あそこに戻ります。どんぐらいかな、30分ぐらい空いてたかな。もうここだけやってりゃいい気がするよね。もうこれだって、もう今日まだ3時間か4時間しか経ってないけど、あそこもう3回目だからね、入り直すの。やっぱここいいな、風当たってて。ここだな、本日3回目の朝ごはんにしようと思います。あ、10時のおやつかな。うん、ミニストップ、たっぷり卵の蒸しケーキということでね。カロリー、カロリー、あったあった、熱量 37.1、 うん、37キロカロリーですね。だからそんなに大丈夫です。はい、じゃあ皆さん、すいません、いただきます。うん、うまい。今日はね、周りに人がいないからね、結構ね、煉獄さんやっちゃっても大丈夫。うまい。さあ、ヘビキャロです。よっしゃー、なんか変だと思った。やっぱここいるな、いるいるいる、ここいい魚いる。今日他はさ、何にもなんかあんまり、よいしょー、もうフォールで食ってた感すらあるな今のは。やっぱりね、この高滝は豚とカニですよ。よしゃ、いやいやいや、危ね、あ、取れた、あぶね、あぶね、でもよかった、ありがとう。やっぱりね、カニですよ、カニ。すげえな、前回もカニだからね、この高滝。はい、張り傷のない綺麗なパスだね。40はないな、37ぐらいかな。はい、じゃあちょっと移動します。一回ね、あっちの魚礁もなんかさっき怪しいバイトみたいなのあったので、そこもう一回入り直してみます。ただね、ずっと一人いるんですよ。その人が今もいるのかどうかがちょっと気になるね。フリーリグも組みたいな、フリーリグ組みたいけど、そうするとキャロを崩さなきゃいけないんだよな。どうすっかな、でもフリーリグ組もうか。でもフリーリグとジグストと、バックスライドも組みたいけど組めねえからな、まあ、とりあえずそんなところかな。ジグで打ちつつ、横に引いたりして、もう完全に縦みたいなところはフリーリグで、まあ、キャローがさっき釣れたのが、キャローがなんかちょっとフリーリグみたいな多分釣れ方してる気がするんだよね。フューって落ちてってシンカー着底した時に、フッてこう、このワームの動きが急にストップかかってふわってなったリアクションみたいので取ってんじゃねえかなという感じがちょっとするので、キャロだとあの中なんかロープもあったりして、なんかこうまたいちゃったりするとちょっと打ちづらいから、フリーリグにしてやってみようかなと思います。はい、じゃあ行きます。カニフリー、水深はね 2.6 メートルぐらいですね。シンカーは 3.5。
ってるかも。でかい離れます。がっつり腹筋をしてる。完璧。やっぱりさっきのホールだったんだな。もしかしたら40アップだ。間違いない。よいしょ。もう着水と同時に食ったからいたのかもね。なんか今日こっち側なんじゃないの。おい、でかいよ。ほらこれも綺麗なバスだね。カニすげえな。高滝カニだな。うん。靴地帯焼き43。ない。42.9。でも、なんか45アップみたいな引きをしてたよ。重かった。カニのフリーリーグバッチリでしょ。あれ無理やりキャロでやったら絶対のところキャスト決められない。はい、サンキュー。いいバスですね。はい、じゃあこのドリフトクラブなんですけど、これは今年から使い始めているルアーです。かなりこれ強力なワームだなと思って、去年の暮れにね、来年、まあ今年用として買いだめたルアーなんですけど、本当にね、ノーシンカー、フリーリグ、ジグヘッドワッキーとか、まあいろんなリグでね、使いやすいルアーになってると思います。まあ何にしてもね、このフォールの感じが鬼やばい。ということでね、今、またここで釣らせていただきましたが、かなり万能なルアーだと思うので、ぜひ皆さんもね使ってみてほしいです。あのね、ふわふわしてるけどね、アピール力が結構高いと思うんですよね。魚を呼ぶ力はねかなり高いと思う。よかったね、功を奏したというか、さっきの1本がちょっとヒントをくれて、キャロだとこういうところ打ちにくいのでフリーリーグで打ったけど、もうあっという間に結果が出て、なんか嬉しいなって感じですね。あとはジグストで釣りたいけど、このカビ際っていうかさ、怪しいところを打ってからでもいいかなって気はしてます。着底した。大体9カウントぐらいかな。メジャーレイクでこれだからね、やっぱ釣れるよね、このワーム。キャロもいいよ。キャロもヘビキャロのグニ、この間3月に3ヶ月ぐらい前にここで取りました。さあ5度目の入り直し。一応ちょっと下流側にまずボートはつけました。で、フリーリグ、カニのね。行きましょう、それで。ちょっとあの、キワキワを打つ感じで。行きます。やべ。2メートルぐらいしかないからね。すぐ着底をする。食ってた。いや、食ってた。全然釣らなかった。さすが。フリーすぎた。やばい。うわー、ナイス。カニフリー。カニが飛んだ。マジか。ちょっと。全くラインに来なかった。よっしゃ。オッケー。カニやべえな。カニカニ無双ですな。口とじ帯抜き44。あ、じゃあ 40.4。ちょっと小さく見えたけど。ありがとう。アフターだね。ちょっと細い。まだ回復して途中の子です。ありがとう。今のね、高滝のトレンドは1位カニ、2位豚。ほんと強えな。このカニはマジでやべえぞ。どこでも効く、どこでも釣る。しかもね、別に小さくねえからね、釣ってくる魚が。すごいぞこれ。やっぱりドリフトクラブ、ぜひ使っていただきたいワームのうちの一つですね。